皆さんこんばんは。こんばんは。ニエワールネット TV、坂の家の声に向かって今週もですね、先週に引き続いて、吉野正秀さんに来ていただきました、はい、どうぞよろしくお願いいたします。先週は三重県議会議員で参議院立候補予定者と説明をしたんですが、もう今週になったらですね、もう県議会議員じゃなくなっちゃいました。全県議会議員、全県議会議員、あのその肩書き僕もよく使ったそうですね、全三重県議会議員っていうのね、あのそうちょっと寂しい感じもするんやろうけど、まあその肩書きでしばらくは頑張っていただくんやろうと思うんですけど、でまあ参議院選挙もういよいよ7月ね、もうやってくるということで、あの望むにあたってというか、あのどういう吉野君はどういうスタンスで参議院選挙に立ち位置、まずやっぱそのあたりはあの県民の皆さんから見てもはっきりとね、あのどういうスタンスで行くんだっていうのをまずやっぱり知ってもらった上 で具体的な政策もまたちょっとお聞きもしたいと思うんですけど、ちょっとそのスタンスのところをね。そうですね、僕だからもともと市会議員、余計市の市会議員、三重県議会議員の時は、まあ当時の民主党とか、まあ民進党のまあ公認ということでずっとまあやってきましたけども、まあ残念ながらまあ民進党も分解をしてしまいましたので、まあ今その後継である国民民主党と、まあ立憲民主党とありますけど、まあ私はもうどちらにもまあ所属をせずに、まあ中立な立場で無所属でいますけども、まあそれだとちょっと分かりにくいので、まあ三重県の地域政党で旧のその民進党の皆さんが集まった三重民主連合という地域政党を作りましたので、まあ、そこの公認という形で参議院選に出させていただくと、なるほど、いうことですね。なるほどね、はい、そうすると三重県でいうと、まあ、国会議員は岡田克也さんとか、はい、まあ、中川雅治さん、はい、で参議院では柴弘和さんがその三重民主連合には入っていて、はい、まあ、私が今お世話になっているというか県議会今度通していただいて、はい、まあ、今所属させてもらってる、はい、ずっと私も14年間所属してきた新生三重っていう会派も、はい、まあ、その三重民主連合の皆さんと一緒に、そうです、ね、まあ、やっていくという方たちがまあ集まっているということで、まあ、自民党じゃない人たちの集まりで今活動を、まあ、そこを軸足としてやられてるということですよね。そうですね、立憲民主党と細国民民主党っていう党は、はい、皆さんまあ知ってる方多いと思うんですけど、はい、距離感っていうのはホストも遠距離で、遠距離ですね、遠距離で、だから両方の県連から推薦をいただいてますので、うん、なるほど、両方の党からもまあ応援はしてもらってる、立憲民主党も国民民主党も応援をしてもらってる立場でいきますということで、はいはい、まあ、相手は自民公明政権で、そうですね、であの候補者がいるわけですから、はい、まあ、それに対峙をしてなるべくいろんな政党から応援をもらいながらっていうことですよね、はいはい、でそういう風にやっていく上で、まあ、そうは言っても、はい、やっぱ今自民党さんは強いですね、うん、そうですね、もうやっぱ政権党やし、で安倍さんになってまあ長いんで、はい、いろいろ問題も指摘はされているものの、まあ、支持率は非常に高いと、はい、いうことを考えると、まあ、厳しい選挙になるのは、はい、まあ、これはもうね想像できると思うんですが、はい、それはやっぱやらなあかんという決意でやっていただくと思うんですけど、はい、今の政権見てて、はい、やっぱ問題点というか、はい、どこをやっぱどこが一番問題課題っていう認識をして、問題というかやっぱその課題というか価値観の部分で、うん、やっぱりその、うん、特に安倍さんになってからは、うん、まあ、国があって、うん、まあ、しかもそれがやっぱり大企業とか、うん、まあ、あとは大都市ですね、うん、東京とか、まあ、大阪とか、うん、まあ、そこは中心で、まあ、そこで元気なところ頑張れば、うん、地方とかに滴り落ちてくるよというトリプルダウンの発想なんですけど、うん、まあ、僕らはどっちかというともう地方議員出身ですし、うん、まあ、地方からしっかり、うん、そして国民の生活ですよね、うん、国民の生活が豊かになって所得が上がってくれば、うん、国も豊かになるんじゃないかという、うん、下からの発想なのか、うん、上からの発想なのかという違いで、僕らは下からの発想で上げていきたいなと思う。なるほどね、はい、そのもともとの政治スタンスが違うんだということやね、はい、だから、まあ、下からの発想というか国民一人一人地方を大事にして、はい、その声を吸い上げてそれで国が成り立っていくんだという考え方ですよね、はい、なるほど、そうすると、まあ、具体的なこれから、まあ、活動していくにあたって、はい、地域にどんどん入って選挙戦をやられるっていう形に、ええ、そうです、ね、今三重県中央、三重県選挙区ですので、なるほど、北はいなべ市から、はい、南は紀宝町、うん、宇土の旧宇土の村まで、おう、あ、
北も木曽崎です、木曽崎から不動の村まで、うん、170キロ走り回ってますけど、走り回ってって別に走ってないんで痩せていかないんですけど車に乗ってますから痩せていかないですけど、でももう会う人の数はね、はい、半端ないやろうから、そうですね、やっぱりで参議院議員さんってやっぱ気の毒なんは、うん、そんだけ広いから、はい、やっぱ1回勝負よね、そうなんですよ、もう1回行けないもんね、だからもう本当ワンタッチですよね、ワンタッチよね、出てくるって感じですから、うん、でお会いして頼みますって言って、お願いしたら、はい、もう一回ね、念押しで、そうでね、我々選挙でもね、うん、もう一回念押しで行ったりとか、そういうのするけど、選挙的にはもうそういうのはできない、ね、できないですね、やっぱり僕もずっと四日市だけで選挙してましたから、うん、何度もお願いに行って、うん、ここでしっかり腹を割ってみたいな感じですけど、うん、もうそれじゃなくて、一発勝負です、一発勝負でね、もう行って、ここでやっぱり応援してもらう、お願いをっていう感じですよね、うん、もうそれで、もう会えないと。まあ、会えないかどうかは、ね、いろんなところで会えるかもしれないですけど、それぐらいの思いでいかないと、いかんだからね、まあ、50万票近く取っていかないといけないので、うんうん、まあ、なかなかそこ難しいですよね。今度この参議院選挙は、はい、やっぱ争点はどうなってくるんやろう、はい、やっぱどうな、憲法改正とかなのかな、憲法改正もあると思いますね、うん、一つはね、うん、で僕はもうずっと憲法も、うん、僕ずっと大学時代憲法のゼミにいて、はいはいはい、でうち京都法学部だったの、ね、で恩師は佐藤浩二先生っていう憲法学者なんですけど、うん、この人1980年代から改憲をずっと言ってた人ですよ、うん、はいはい、でもその佐藤浩二先生でも、うん、やっぱりこの今の安倍政権、うん、自公政権で憲法改正っていうのは絶対に認められないっていうふうにおっしゃってるんですよ、うん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 、でそれはやっぱりその立憲主義といいますか、うん、一つはやっぱり立憲主義を守るためにはこういう改正の方法は良くないと、うん、というのはその今まで憲法が想定しているのは、うん、与野党を通じて議論をして、うん、こういう憲法改正案出しましょうよって一発出してきて、うん、それを国民に問うっていうことなんですよ、うん、今安倍さんは自民党案出しました、うん、野党の皆さんもどうぞぜひ自民、うん、憲法改正案出してください、うん、それを国会で採決しましょうっていうやり方じゃないですか、うん、これ政権変わったらまたこう、ね、まあ、変えていくっていうことがあるので、うん、不安定性を増すんですよね、うん、だからやっぱりそのある程度の一定の人らが議論しながら合意して積み上げていくっていう憲法改正の流れが理想だというふうにおっしゃってるんで、うんうんうん、数の力だけで押し切る憲法改正は禍根を残すっていうふうにおっしゃってるので、まあ、そういう部分でもやっぱりしっかりと反対を言っていかなきゃなと思ってますね、うんうん、まあ、本当に、ね、憲法って最も大事 で、はい、で確かに我々はまあずっと、ね、戦後、はい、憲法が変わらないというか、うん、変わるの今まで見たことがないわけで、はい、それが当たり前だと思ってたけど、やっぱ時代の流れに合わせて、うん、合ってこない部分もあるだろうなってのはやっぱ容易に想像はできる、そうと考えるとその議論がいるってことね、議論ですよね、しっかりそこでみんなで積み上げて改正をしていくのか、はい、しないのか、しないのかっていうの土台でいかなあかんけど、はい、今はもう極端な話をした方がやっぱり受け入れやすいもんで、うん、お互いがこう極端になり始めてて、そうです、ね、しかも2020年までに改正しますみたいな、うん、年に区切ってあるものでもないので、うん、確かにね、ちょっとおかしい、今までのこう先人たちがね、やっぱ積み上げてきた議論とか、はい、その努力っていうのはやっぱり中世な感じ、なんかこう外交とかも最近すごく私も心配してるとこあって、はい、なんかこうこの間もまあ、ロシアとのね、はい、協議をこれから4月までに多分するんだろうっていうことで言ってると、うん、北方四島についても、はい、なんか2島で帰ってくるの帰ってこないのかみたいなね、議論が結構あるけれど、はい、なんかこう知らないうちに今までの議論積み上げじゃないような話になってとるよう な、 うで、ね、はい、で貴族問題はね、日本固有の領土やってことはなんか使っちゃいけないみたいな空気に急に変わったりとか、そうですね、なんかちょっと危険やなとね、なんか本当にこう舵切り方が急やなっていうね、うん、でもやっぱ急に舵切るとやっぱ不安定性もしますから、うん、ちょっとやっぱそういう部分ではやっぱりひょっとすると今の政権が、はい、まあそれこそ歴史に名を残したいとか、うん、自分の名誉欲とか、はいはい、なんかそういうのが前に出てるような気がしてね、うん、ならないんですよね、はい、で人間ってやっぱりそういうのが出てくるとやっぱ足元見られるん で、うん、そうですね、やっぱそれってね我欲ですから、はい、そういうが出た時に相手から足元見る、特に外交なんかっていうのはそういうの足元見られたらね、はい、負けですから、負けですからね、だからなんかその辺見てるとね、僕今のその外交がすごい不安定になってるっていうか、うん、そのまあ、個人のこと利益を尊重するがために全体の利益を失うんじゃないかっていう、はい、なんかそんな心配を最近してるんやけど、うんうん、そうですね、まあ、その外交部分でも確かにその先言ったようにこう日本のこう目指すのを見せすぎてしまうと先に、うん、
ね、そこにあの足元すくわれてしまうので、うん、まあ、やっぱりあのこちらの真意はありながら、うん、交渉でそこを引き出して、うん、よりいいものに引っ張っていくっていう、うん、その余裕がなくなってきている、うん、まあ、もちろんその政権末期になってくるとね、うん、残りわずかっていう部分で、うん、あのこう焦ってしまう部分がありますけど、まあ、その足元を見透かされてしまうという気がします。そうやな、うん、まあ、それとともに最近僕はちょっと外交も含めて気になるのはやっぱトランプさんとかが誕生してきて、やっぱ自国主義というかアメリカンファーストで、もう自分が大事で保護主義で、まあこれはアメリカだけヨーロッパもね今そういう流れにもあって、なんか日本もどっちかというとそういう流れにあるんじゃないかなというふうに思ってるけど、それを突き詰めていくとね、やっぱ戦争になるんじゃないかなっていう、みんな自分が大事なわけですから、それはなんか今の考え方にはやっぱり完全にこの考え方でいった方がまずいと思ってて、対立する軸をねしっかり作ってもらわなあかんというふうに思うけど、その辺はどうやろう。あの今日は2人ともつけてますけど SDGs のバッジありますけど、やっぱりこれあの持続可能な社会作るというか、はい、キーワードは持続可能というか、かなと思う、サスティナブルな社会という部分でいうと、やっぱ自国主義ってその一見、ね、その国民にとってはすごく耳障りいいんですけど、やっぱりその先に見える危険性があって、だったらやっぱりそのある程度他国との交渉もしながら、一旦譲る部分があっても、それが結果的にこう持続するより良いものを作っていくってことになると思うので、今はやっぱトランプさんのやり方とかっていうのは短期的な見方ではいいかもしれませんけど、長期的にじゃあ本当にその世界的な部分であの持続可能なもの社会を作っていけてるのかっていうと絶対ないですよね、自国主義だと。やっぱそこは日本は割とこの SDGs ってやっぱり日本国連主導ですけど、日本人絶対馴染みのある発想で、日本こそそういう発想であの持続可能な社会をやっていきましょう、そのためにはあの慎重に議論を重ねましょうよっていう和の精神をですね、令和だからこそ、令和だからこそ和ですよということで、日本からやっぱ発信していくっていうのが大事ですね、こういう世界だからこそ。なんか今回の参議院選挙で、はい、この僕もね SDGs、まあ、僕県会議員選挙でもこれを実は訴えてた部分もあって、その地方自治体からやっぱり持続可能な社会を作るモデルを作りたいっていう、まあ、これは僕の考えとして、はいはい、あのすごく主張もさせてもらったんだけど、なんかやっぱ国のこの今のこれ形としてやっぱそういう持続可能な社会を作るために、SDGs っていうのをちょっと一つキーワードにして、ぜひなんか国政選挙で訴えて ね、そうですね、なんか今の安倍さん自民党がやってるやり方と、はい、違う対立軸なんですよっていう、 そうですね、でそれは持続可能な社会を我々は目指すんだと、で持続可能な、まあ、もう一個言うと共生社会ですよね、あの多様なものを認めた持続可能な共生社会を私たちは目指してるんだと、そうです、ね、いうのなんかこれがドーンと一つの柱としてね、求心力になったら十分こう2つ の、 その考え方の違いで、はい、国民の皆さんに、はい、どっちがいいんですかって問える選挙になるんじゃないかなっていうふうに思うんやけどね、奪い合いじゃなくてこう分け合 う、 分け合う、だからまあその大都市かあの地方かっていう部分も、それ共存できると思うんでね、別に僕も先大都市があって大阪東京を別にその目の敵にするわけじゃないので、そこもやっぱり人が住んでますから、そこの環境もしっかり整備するんですけど、一方でねやっぱりその地方、特にこれ三重県の南部なんかは、まあ、非常に疲弊してますから、じゃあそこにどういうふうにこう富とか仕事を分け与っていくんだっていう発想をすることが、まあ、あの持続可能ですよね、全国的にもそうですし全世界的にもその発想で分け合うっていうことを考えていきたいな、ぜひちょっとそういうね一つの軸を持って戦ってほしいし、でやっぱり一人区なんでね、これ私も市長選をやった時にすごく一応難しいなと思ったのは、一人選ぶ選挙っていうのはね厳しいなかなか難しい選挙、分け合えないですからね票は分け合えないんで、必ずそこは勝利してもらわんとあかんので、まあ、なんとかねあのとにかく頑張ってほしいし、まあ、あのこれテレビ見ていただいている皆さんもね、ちょっとこの吉野正秀っていう男に注目をしていただいて、でおそらく7月にはもっとシュッと痩せてくると思うんで、そうですね、宮城中170キロ走り回って、この彼がどれだけ痩せていくかっていうのもね、ちょっとちょ興味を持って終わった後に見ていただければ、あ、そうやね、それをちょっとぜひぜひ読んでまた話をさせていただきたいなと思いますんで、はい、前週も、まあ、あの選挙の投票率が低いということは僕はちょっとこの4月ね、非常に統一地方選挙は残念でしたんで、はい、まあ、7月に行われます参議院選挙はね、はい、皆さんがやっぱ投票行っていただいて、盛り上げていきたい、これはやっぱ国の選択を多分問われる選挙になると思うんで、はい、まあ、その一つの軸を我々は吉野正秀さんと一緒に作っていきたいというふうに思ってますので、ぜひまたよろしくお願いします。今日本でどうもありがとうございました。ありがとうございました。